山口祐也さんっていう、ツイッターで絡みはなかったんだけど、相互フォローであったんだけどね、白血病で闘病された方がお亡くなりになったということで、ニュースになっていました。お父様がね、報告されてたということで、リンク貼ってますけど、がんになってよかったと言いたいっていうね、著書を記されていた方でして、まあ、京大卒で、京大大学院在学中だったんだけど、まあ、そのがんになって、まあ、余命何週間とかね、そういうレベルで言われてたんだけど、それをね、超えて、生きてらっしゃったんだけれども、だいぶね、なんていうか、その、自分の病状とかも客観的に証述する内容ですごく、ツイッターも面白いって言って、まあ、面白いかったんだけどね。で、まあ、その、本当にこのまま消えちゃうのかなとか、そういった弱気なことを言ったりとか、その、お亡くなりになる直前までね、こう、歩行訓練とかしたりとかね、そういう、こう、生きる、生への執着みたいなのを非常にこう、強く出していた方で、その自分もその生きた証を残したいみたいなことを、ね、よく言ってらっしゃって、まあ、本とか、ね、ツイートとかをこの、拡散してほしいみたいなことも、ね、結構言ってたんで、まあ、自分も、ね、紹介しておこうかなと思った次第でございまして、まあ、本ね、自分も後で買って読もうかなと思ってますけども、何のということで言いたいということで、そういう本がありますということですね。うん、まあ、残念だよね。やっぱりね、行きたいと思います。中野先生みたいにさ、もう死んでもいいやと思ってる人が死んじゃうのは、それはしょうがないっていうか、ことだけど、まだこう若くてね、その行きたいと思ってる方が亡くなることっていうのは本当に残念なことだよね。まあ、あんまりそれによってその自分も頑張って生きようとかっていうことはそんなに思わないけど、輸血、その血液が結構足りなくなるから輸血行ってほしいみたいなことは、ね、よく言ってらっしゃったんで、それはね、自分も輸血とか、あんまり行った、献血行ったことなかったんだけど、献血行こうかなっていう気持ちにさせられましたね。精神薬飲んでも献血行けるらしいからね。うん。ってな感じでね。うん、